10代特有のイライラ、そして深い闇を抱えたヨードル、ベックス。私はダークで孤独で絶望的に病んでるんだから。シャドウアイルで手に入れた影の魔法を操り、ルーンテラ全土を黒く染め上げる。ちょっと落ち着きなよ。やる気には欠けるが、この影のメイジは魔法で戦場を支配し、周囲のうるさい敵を黙らせる。かつてないヨードル、ベックスのチャンピオンスポットライトへようこそ。イエーイ。今回は固有スキルの前に通常スキルから。まずは Q、 黒き霧を放ち、接触した敵にダメージを与える。少し後に加速して幅が狭まる。敵に囲まれて鬱陶しい時は W を使おう。シールドを獲得し、周囲の敵にダメージを与える。近寄らないでよ。次に E、 シャドウを指定地点に向かわせる。シャドウは移動距離に応じてサイズが増加。指定地点に着くとダメージとスローを与える。ここで固有スキルを見ていこう。固有スキルは不幸と憂鬱。不幸は一定時間ごとに次の通常スキルを強化、フィアー効果を与えてダッシュを妨害する。また近くの敵がダッシュかブリンクすると憂鬱でマークする。その敵への通常攻撃 Q、W はマークを消費して追加ダメージを与え、不幸のクールダウンを短縮。さらに憂鬱は E でダメージを与えた敵にも付与される。消えろ。最後に R、 シャドウを前方に飛ばしダメージを与えて、最初に命中した敵をマークする。再発動で対象までダッシュして追加ダメージを与える。どうも。マークした対象が一定時間内に倒されると、このスキルのクールダウンが一時的に解消される。影の更新の始まりだ。いけシャドウ。不幸による強化のタイミングを意識して通常スキルを無駄なく使おう。強化後のスキルを持て余さないように。やった、別に。不幸のフィアー効果は戦闘の鍵となる。スキルを当ててクールダウンを短縮していこう。継続的にチャンピオンとミニオンを憂鬱でマークできれば、より多くの不幸を振りまける。歩くのがめんどくさい？そんな時はシャドウの出番。R で敵の元へ素早く移動し、W で混乱をもたらしてやろう。歩くのって超だるい。影の魔法は木が熟してからでないと集団戦で力を発揮できない。闇に紛れてその瞬間を辛抱強く待とう。そして R で飛び込み、クールダウンをリセットしながら倒して回るのだ。死こそが生の真の意味である。深い。この影のメイジの詳細については下記のリンクからチェック。